この出会いはどんどんディズニー。どうもマイドンです。今回の動画は私がマレーシアの留学で起こった事件を皆さんに紹介しようと思います。多分ね、私他のね留学生より変なね事件が多いと思うの。それでは行ってみよう。今から話す事件、最初2事件がちょっと汚い話になるので、食事中の人とかなんかいたら今出てる時間までスキップしてください。それでは第1の事件、名前の通り本当に汚い話なんだけどね、なんかマレーシアの家についてるお風呂って、そのシャワールームとトイレが同じ部屋にあるので、一番こっち側になんか洗面台みたいなのがある。トイレがあるところになんかもう一個水がね流れる場所があるの。何系の人かわかんないけど、なんか紙使わずに水で洗う人とかがいるから、トイレの周りが水浸しになってもいいように、そのトイレ側にも水が流れるところがあるのね。そこがなんかある日急になんか臭いなって感じてきたので、何この臭さと思って、まあ嫌だなと思ってファブリーズをずっとかけ続けて、その場をしのいでて、でもうちょっと経った時になんかそっからなんか汚い汚れがね目立ち始めたので、なこれ汚いと思って、なんか掃除してたんだよ毎回。運命の日にトイレして流すと、その流れるところと多分繋がってて、コポコポコポみたいな音が聞こえてくるんだよ。だから、あ、繋がってんだなと思って、トイレ流す前にそこに水をたくさん注いで、でトイレを流したら注いだ水で落ちた汚れとトイレの流れで綺麗になるんじゃないのと思って、めっちゃ水注いでよしってなってトイレ流したの。そしたら水の流れていくところが急にコポコポコポって言い出して、え、なに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 と思って、もうここから衝撃。こう蓋があって、中にこういうカパッっていうなんか蓋みたいなのがしてあって、で水道管みたいになってるんだけど、そのまず蓋がカパカパカパってなってきて、水がジュワーって溢れ出してきて、でちょっと茶色い水が溢れ出してきて、やばいやばいやばいと思って、ですごい臭いので、えってなってて、でそしたら上の蓋がボコって取れて、でその水道のとこからうんこが溢れ出てきて、で蓋バカって取れて、うんこがこう、うんこのビッグサンダーマウンテンみたいになってるので、もう衝撃すぎて笑っちゃって、ですごい臭いの、ザ・うんこがこう山のように積まれてて、水もさこう垂れてるからちょっとずつ広がっていくわけよ。でうわっと思って、住んでるところのオフィスに相談しに行きたいんだけど、自分の力じゃ多分説明できないと思って、これをこの状況を、だからそのルームメイトに助けてほしいって急に LINE して、大変なことが起きてるんだけど私の英語力じゃ伝えれないから、ちょっと見に来てって言って見に来てもらったの。ほんとかわいそうだよね、大変なことが起きてるとしか言ってないのに急にうんこ見せられたルームメイトの気持ちにもなってほしいわ。でまあそのルームメイト優しくって、とりあえずそのオフィスも含めたなんか LINE グループみたいなのあるから、それに写真を載っけておけばなんとかなるでしょう、ね、で私その写真をこの受けてヘルプミーって書いたので、そしたらその後にルームメイトの子が、これはなんか水道の問題だと思うから早く助けに来てあげてくださいみたいな、直してあげてくださいみたいな後から LINE をしてくれて、でね、そっからうちのマンションだけかもしれないけど、その日には絶対ね来てくれないの、なんでかわかんないけど。だから私は一日こいつと一緒に過ごしたんですよ。すごい事件だよね。まあこれはね、多分みんな起こりうるね事件じゃないと思う。私がなんかうんこのせいに取り憑かれてたからだと思うんだけど、まあこういうことがあったよっていう話でした。その事件のまんまです。カラスの糞をかけられました。これは結構マレーシアの留学生だったらあり得る事件なんだと思うんだけど、エアコンが壊れちゃったの。それで直してくださいってさっき言ったみんながいる LINE グループに送ったら、その次の日に分かりました、じゃあ見に行きますって言って、結構重症だったらしくて、なんかこれいつから使ってんのとか、これ初めて使ってこうなっちゃってんのとか、いろんな質問されて、いや普通に使えてましたみたいな、でみたいな下打ちし始めて、で最終的にエアコンガンガン叩き始めたの。今直してくれればいいやと思って、でそのガンガンガンって治ったのよ。では治るんだと思って、でありがとうございましたって書いてもらって、そのね3日後ぐらいにまた壊れちゃったのって同じような LINE をして、でまたその次の日に OK 直しに行きますって来て、次はね3人ぐらいで来たの、直しに来てくれる人が。でおお、なんかやっぱ結構重症だったのかなと思って、エアコンを触らずにこうパッて見て、
なんかもう部品が壊れてるからそれが届いたらまた連絡しますって言われたのね。いやそうなんだ、そんなやっぱやばいやつだったんだと思って。マレーシアって基本32度から33度ぐらいの気温だからクーラーなしだって結構きついの、扇風機だけだと。夜とかはいいけど5日後ぐらいに行くねって来て、マレーシアのねそういう人って多分お昼過ぎ1時ぐらいから4時とか5時ぐらいに来るのね。でそこまでずっとまあお部屋の中にいたんだけど、5時過ぎぐらいまで来なくて、でまあ6時ぐらいまで待ってみようかなと思って、オフィス閉まるのが6時だからそのぐらいまで一応待ってみようかなと思って待ってたので、来なくて、であれ今日来ないんですかって言って LINE したら予約無視されたの。と思って、ね、次の日に、いつ直しに来てくれるんですかってLINE したのよ。またさ、それ既読無視されて、でその2日後ぐらいかな、また向かわせますって来て、来なくって、で今日来るんだよねみたいな感じで LINE したの。そしたら行きますみたいなの来て、あ、言ったね、来るんですよねと思って、で待ってたので、8時ぐらいまで待ってこなくて、で10時ぐらいまで、まあ、待ってるっていうかお風呂も入らないで待ってたんだけど来なくて、何これいじめられてんのみたいな思ったんだけど、でもなんかまあこれは期待せずにもう待った方がいいなと思って、もう諦めるぐらいの勢いで、もうすごい長期戦になると思って待とうと思って、4日後ぐらいかな、今日部屋にいるよねみたいな感じで来たので、なんやねん、いつ毎回聞かれた時はいたわと思って、いないみたいな言い方すんなみたいな思ったんだけど、いるよってもうね心をね落ち着かせて、あ、いますよみたいな感じで返したので、それで、でなんかいつも聞き方が違ったから、あ、今回本気っぽいなと思って、でその時間ちゃんと待ってたので、来なかったので、もうやばーと思って、で暑いしさイライラするしさ、でその時ちょっと課題も溜まってて、でもなんなのと思って、来るの来ないのみたいな LINE も しなくなったの。もうどうせこっちが頑張ってもしょうがないなと思って、それで最初のエアコンが壊れてから1ヶ月ぐらい、1ヶ月経つか経たないぐらいに部品が届いたから今日行きますって来たので、あ、これはガチっぽいみたいな思って、なんかいつもと言い方も違うし、部品届いたっていうなんかあれもあるし、だから、あ、これマジだと思って9時ぐらいに行きますって来たので、嘘つけと思って、ね、そんな朝早くからねなんか行動したりする人たちじゃないなと思って、結局10時とか11時になるんじゃないのと思って、まあ8時半ぐらいに起きとくかと思って、で結局私起きたの8時45分で、でやばいやばい支度しなきゃなと思いながら、なんかまあスマホいじったりしてたので、そしたら8時55分に家の前にいるから出てきてもらえますかって来て、え、来るやん本当にと思って、で私ボサボサのまま、まあ結局直してもらえたんだけど、言ったらやってほしいし、できないなら言わないでほしいよねっていう話。はい、第3の事件はデリバリーがね盛んで、で Uber Eats みたいな感じでそういうアプリがたくさんあるんですよ。まあ、フードパンダを私が使おうとしてるっていうか、まあ見よう、なんか見てみようみたいな感じで見てたんだけど、その時クレジットカード持ってなかったから、なんかクレジットカードないとそのアプリ使えないみたいな感じで聞いてたからね、見るだけ見て、おーすごいこんなもんあるんだみたいな、タピオカもあるやん、飲み放題みたいな感じで思ってたの。キャッシュっていうボタンがあったから、え、何このキャッシュって思って押したら頼めちゃったの。で、うわ頼めちゃったと思って、でそれが夜中の10時ぐらいで、で10時ぐらいからタピオカ飲むっておいおいと思ったんだけど、まあ頼んじゃったからさ、来ちゃったら飲めばいいかと思って待ってる時に目的地を見たの。そしたらなぜかうちじゃなくてちょっと離れたところのマックに目的地がなってたのね。で、やばいと思って、でなんか連絡の仕方もわかんないし、とにかくもうパニクっちゃって、私アプリ消したので、そしたら電話が急にかかってきて、でもしもしって言ったら、すごい勢いで、ね、話されるんだけど、本当に3日目で英語慣れもしてないし、もう何もわかんなくて I canceled already ってずーっと言ってたの。こいつもなんかさ、説明したいのかもしれないけどさ、こいつ全然何キャンセルもうしましたしか言わない、なんやねんと思ってさ、 OK ってなんかめちゃはーいみたいな感じで聞いてくれるので、またかかってきて、で多分違う人から電話かかってきて、でまた違う人から電話かかってきて、最後にあー OK みたいな感じで
終わったのね。で、あーよかったと思って、でお金も結局クレジットじゃないから払ってないし、 何も害なく終わったわ、よかった、キャンセルしただけ終わったと思って、その時はもう安心しきってたんだけど、また次の時にフードパンダ使ってみようと思ってみて、で今回はちゃんと自分の家にセットして用意したのもと思って、そしたらこのアカウントは使えませんみたいな感じで出てきて、ん？と思って、え、なんで使えないんだろうと思って、いろんなやつ登録し直したけど、この電話番号はもう使えませんって出てきて、あ、ブラックリスト載っちゃったっていう話です。以上、私の事件簿たちでした。え、結構さ、他の留学生に比べて意味わからん事件に巻き込まれてるよね。だって普通の人そんなこと起きないもんみたいなことばっか起きてるよね。今は全然笑い話にできてるからいいんだけど、その時はすごい困っちゃったし、全部パニックってるから、海外に行ったらまあそういう日本じゃ起こんないようなね事件もたくさんあるんで、そういうのも含めて楽しいんだと思うんだけど。ってことで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。